レンタルバイクって何だっけ。これ左かよ。これ左だ。ちょっと止まっていい、うん、はい。なんかナンバーがカタカタ言うとんな気がすんねんけど。あ、ないぞ。なくなったんじゃん、ナンバー。嘘やん。ナンバーないぞ。ないぞ。あ、危ない。また挟まってる、タイヤの。ちょっと前からこう、左手も。うわっ、こっちだ。ちょっと先おるで。これあかんやん。これな、まっすぐ行ったらな、ホームセンターあるわ、左に。ネジ取れてるわ。パタパタしていいんですかって言うとったよ。そこ、イエローハット。またイエローハット。ああ、ありがとう。ちょうどあの、またタイラップ貸してくれる？今回万線持ってこうかなと思ってんな、若干。なんて？万線持ってきてこうかなと思って。万線って何？ん？針金の？ああ、え、インターハット行くの？うん、ああ、ステイとかあるんじゃん。ちょ、ナンバープレートちょっと外すな、外さなあかん。よかったな、お前。いや、なんか変な音しとうなって思ってん。これ、線ちぎれたで、あのあれのウインカー？ウインカーの。うわ、最悪、最悪やな、これ。どうしたらいいん、これ。ちょっと、とりあえず。そうなの？これで。ハートバイク捨てたわ。これ、走る間に取れんでよかったな。あんな挟まっとったお前、死んどったぞ。うまいな。怖かったもん、これ、なんか。とりあえず、安心感がないです。はい。どこにあるん？あの、ホームセンターって。ホームセンターがない。いや、いやいや、ホームセンターじゃなくていい。そこ、そこ、上のハートがそこある。タイラップだけ貸してくれ。同じようにやるわ。今ちょっと一回こっち来られるのか。行けるで。お前こっち来いよ。こっち来いよ。ああ、ポリションの前やけどな。そうやね。なんか嫌やなと思って。行こうかなって思ってんけど。ハイザリカス。それとポリションの前、あのガソリンスタンドあるやろ。うん。ガソリンスタンド左側にあのイエローハットあるから、そこに来い。あ、そう。ああ。バイク乗ってからなんかち。手のしびれが すごいな。振動がな。うん。これどこでしょう。あ、そこ開いとる。もう左のとこ行ったんじゃん。ゲーム。緑の車の横。お腹空いたらさっき食べよう。あ、どこで？どこで？そこ。そこ。そこ焼き鳥あるで。なんで？ネジが緩んどった。また。ほら、ここのネジがなくなっちゃってんね。あんまりなんか変なもんつけん方がええんちゃう。次は死ぬぞ。なあ。頑張って。うん。ヤフオクとかで買ったナンバーステイやから、ちゃんとしたやつ買うわ、次。怖いな。怖いな。もうたまらんな。俺またあれやん、ウインカーなしやん。ナンバーブレード曲がってもだし。どれや、これ。え、また取れた。あ、すいません。うわ、手がベタベタなるわ。どれやったっけ。ちょっとここも取ってくれへん。うん。なんかタイヤのあれちゃん、これタイヤ黒いの。あれ、どこ行った、どこ行った。うん、どかんで。うん、ナンバーぶっ飛んだ。これ大丈夫かな。これ切れてもたやん、これ。ウインカー、このウインカー、ここから切れてもたやん。このウインカー、1万円すんねんけど。最悪やな。どうしよう。曲がってんねん。やっぱ、なんでも経験やな。だってもう、今日もこれが見えたからさ。あ、今日もナンバー外れても大丈夫やな。こうやってやるよ。 A few moments later.ナンバープレート落ちがちやな。捕まったら嫌やな、また。君はナンバープレートどこにつけるんだって。落ちたんですって言うしかないよな。うん、うん、実際動画も撮ってるから一応証拠にはない。証拠にはない。な、ええよ。さっき言って。せっかくウインカーあったのに今日。次、ワイ…なんやろ、この映像見慣れたな。カバンにナンバーついてる。俺な、今日な、シートバッグつけるめんどくさいから、リュックで行こうかなって思って。
ちょっと待てよって、ナンバー落ちたら透けるとこないなと思って、シートバック付きで付けて持ってきてんけど、正解やった。正解やろ、うん、まあ、リュックにつけるっていう方法もあるやろいやでも一応なんか乗り物についとかなあかんじゃん、バイナンバープレートって。あ、そうなの。いや、知らんけど、人についとったあかん、人についとったあかんじゃん。シートバックギリオッケー。待って、走るよ。あ、買いとったらええんちゃう。前行く前。うん、あ、上脱いだ、涼しいわ。ちょっと前出て。え、あとこっからどう行くの。ずっとまっすぐな。うん、なんかまっすぐなと 2.2 キロ先、右5分 2.5 キロです。あれ充電しないやん、これ。で、俺も行きたいとこ反対に。お前行きたいとこあるん。うん、うん、そこ行ってよかったじゃん。ちゃうちゃうちゃう、道や。あ、道。これこのタイラップがオレンジやから目立つんやろな。黒やったらなんとも思わんのかもしらんな。ほんまか、買う黒いの。だからもう、なんちゅう、オレンジで見てくれっていう感じになっとるやん。ああっていうか、ナンバーがだいぶ擦れてるな、タイヤって。拾ってきたんちゃうかっていう感じでやってるで2回過酷なことさしてるから、ナンバーに。おいしそうやな、アメリカのフィスターパイ。うん、うまそうやな。うん、まあ、今日はあれよ、俺のホームセンター。あ、ホームセンター。あ、俺のやつか。俺のやつはこれ魚屋さんや。あ、釣り具。これ、あの、調べたで、シュなんとかって言うんやろ。あ、そうなの。え、そういうこと。これ、なんか魚ブラシングのやつ。シューなんとかって言うんじゃない。なんか前言うとったやんか。なんて。うん、これの名前タイラップじゃなくって。いや、言うとんないわ。うせやん、それを言うとったから。俺これ何、お前が何言うとんかなと思って、お前の言うてる言葉を検索したらこれが出てきて。ほんま。うん、魚の尻尾にくちゅってつける。気になるので調べてみました。今回のナンバープレートを止めてるこれの名前はいいバンドという釣り具でした。こういう感じに使う道具みたいです。シューなんとかではありませんでした。ナンバープレートが外れそうな人はツーリングの際に持参してはどうでしょうか。概要欄に商品リンク貼っときますんで買ってください。うん、あと4分つく。2時やな。何時に閉まるの。いや、なんか1時とか2時にはなくなったら閉めるって言って、1時とか2時っていつも空いてるって言ったら、あいそれぐらいは空いてますって言うから、花行きますって。やっぱり人間って誰やな。まあ、ナンバーが落ちてもの、全然心に乱れがね、やっぱ なんないなんか落ちるやろなって思っとって、つけた時から弱いなって思っとったか。うん、なんか作りが弱いなって思っとって、で、ずっと探してね、何にしようかなって思って、そのナンバーステイをな。それって新品じゃないの。新品やで。新品やけど、そのなんかヤフオクとかでよう出てる中華製のなんか変なやつだね。ヤフオクなの。え、ヤフオクなの。ヤフオク、うん、ヤフーショッピングとかあんなんじゃなくて。うん、なあ、そう、ヤフーショッピングにも売っとんかもしれへんけど、メルカリとかああいうのに出てるなんか。あ、そうなの。うん、で、バナナだな。うん、あと2分。お腹すいたんか。うん、全然1時半やったよ。うん、ここ来るか。あれ、次右な。曲がれんの。なんか鋭角になんか右後ろに曲がる感じ。今度の月曜日にナンバー取れたっていう動画を上げるから。うん、うん、また取れた。また取れたって言わなかった。すぐ取れるからな。どれやった、どれや。え、どれ。あ、まだ向こうや。あ、どこにもうどん屋さんがある。うん、なんか右側にあるけど、な、名前、な、何だ。あ、これや。あ、俺ここ来たことある。嫁さんと来たわ、ここ。どこ止めたねん、これ、バイク。もうここ止めていいじゃんか。え、こっち止めていいじゃん。ええんかな。あ、後ろ来てるぞ、車。ん、ここでええんかな。俺ここ来た、来たことある。このとこ止めてええんかな。でもこれはバイクの線か。なんか嫁と来たことあるわ。え、ここに、うん、え、お前と一緒に来た。こことここやった。こことここ、こことここ、うん、覚える気がないのである。あ、あれ頼んどっていいか。2玉やな。うん、2玉。これもうだ、2玉。辛さが普通ピリ辛で、ピリ辛で。お前ら肉通か辛さ普通と2玉。普通が2玉、ピリ辛が2つ。はい、待ってください。こっからどういう道で行くの。行ってくれ。どこだ、わかんない。紫ずっと紫。
俺分かったわ。鳥取自動車道聞いてたやん。鳥取自動車道上がったらここに降りるのか、こっからビューって言ったらこれ紫やん、こっからもこれ紫やん、だからこれを選んだ。ここ良かったぜ。走ったことある？ない。ただ紫。トイレどこや？え？トイレってどこですか？いいか。はい。もう一回会わなあかんやろ。そうやね、こいつやもちゃな。え、お前やもちゃな。そう思う、本気で踊ったらお前やばい。あれで実通乗ったの。実通俺むちゃくちゃ安全に走っとったで。俺もなかなか空気くるやん。あんな行くん、危ないやろ。俺はものすごい安全にこう脱いでいとったけど危なかった。え、やめようや言うて。よう、今日だよ。でな、あの、キュッキュってからこうだ入るときのな、あの加速がな、やっぱやばいわ、あの感じ。やばいよな、シェーは。でも、持ってるやつは、全然余裕やん。余裕よね。いや、でも止まらないと思う。満喫したら。自分の中、ペースに入るんですよ。はい。だって俺、実通からこいつなの持ったら、もうほんまに。ガチャ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 。しびれる。あ、来ない、クリスマスだよ。どうしたの？風邪で。いや、どないしても無理やん。この間の方が大丈夫。立ったらもう、もう、もう、うわーみたいな。なんか倒れんねん。あんな角度で倒してるってあんまり見たかも。高速道路な、どっかで思ってます。ああ、張り窓かな。張り窓かな。あれ乗るときちゃうかな。あの時に、ああ、えらい抜かしたいなって。機械的になってる。25万やん。怖くはせえよ。多分あれがだらね。そう、出る。無理やりこうでかされてる。で、低かったもん。ちょっと倒れてる。お前あれ高速でビーンって行った時前、やっと倒れた時すごく気持ちよさそうやん。カーブ気持ちよかったあれ。そうだな、そのエンジン音がないからどれぐらい回っとんか分からへん。マフラーか。はい。でもな、でもな、そこにな300万払ったら投資したんか。何回も言うように。 HMD チャンネル、チャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ドケリー。